天窓があり、明るい改札口ホーム、川名駅は、静岡県伊東市川名にある、伊豆急行伊豆急行線の駅である。駅番号は、合図03。普通列車のみ停車する駅だが、富士山系レディスクラシック開催日には、一部の特急が、停車する。当初は、川名ホテル付近に設置することも検討されたが、川名ホテル側が、当ホテルは、リゾートホテルの趣旨を理解された。 それなりのステータスのお客様を対象としており、それらの方々は自家用車で来られるわけであるから、電車で来場する一般客を対象としているわけではなく、そのために騒がしくなることはホテルの趣旨に反すると断った逸いつはは有名な話である。その結果、川の集落へ至る道に面した現在の場所に建設された。開業時周囲にはほとんど建物がなかったが、 国道135号が近くを走っていることや、伊藤駅まで二駅という利便性から徐々に宅地化が進んだ。また店舗併設駅舎への改築やユニー伊藤店の開業などの影響もあって、現在では伊藤のベッドタウンとなった。現在の駅舎は1980年代に建設されたもので、二代目にあたる。伊豆急行線の特急通過駅としては珍しく、食料品スーパーや、 金融機関などが駅舎に併設されている。駅前に伊豆急東海タクシーの乗り場がある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。開業時、ホームと駅舎は校内踏切で結ばれていたが、駅舎改築時に校内踏切は廃止され、地下道が新設された。また、この際にホーム上屋も延伸されている。トイレは一番ホーム上にある。ホームの富とよりには、 椿やつつじが多数植えられている。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。周囲には住宅地が広がっている。観光スポットは車で5分程度の距離に散在している。徒歩10分の川名口停留所から伊豆グランパル公園、伊豆シャボテン公園、一匹湖方面へのバスあり。